国会がですね、2週間にわたって空転が続いておりましたが、今日から再開ということになりました。まず初めにですね、この前の日曜日の選挙で東大阪で9名全員がしかも上位で、ずらりと勝利を勝ち取ったこと、そして長野でも全員当選を勝ち取り、議席占有率で大幅に引き上がったこと、この勝利を喜びたいと国会の方はですね、安倍首相の突然の政権投げ出しに続いて自民党の総裁選が行われ、新総裁に福田康夫氏が当選するということになりました。で、この2週間の経過を通じて私が感じているのは、自民党という一つの政党がいよいよ政治的な衰退を深めるだけではなくて、政権党としてのですね、耐用年数がいよいよ尽きつつあるということを感じております。総裁選を通じて、新総裁となった福田氏の口からも、対抗馬だった麻生さんの口からも、そして自民党の全体の誰からも、あの参議院選挙で国民から下された自公政治ノーという審判をどう受け止めるのか、何を反省すべきなのか、どこを改めなければならないのかについてのまともな議論というのは全くありませんでした。本来だったらそれこそ総裁選の中心的な争点でなければならなかったはずが、の問題が全く素通りしてああいう結果が作られました。私はこう、もうまともな反省のないところから前向きな政治は決して生まれない。ここにもまさに政権党としての末期症状が現れているというふうに感じるものであります。それではその結果選ばれた福田康夫氏とはどういう人物であるのかという問題であります。福田さんのですね、総裁選での出した政見を読んでもですね、ほとんど中身がありません。何をやりたいんだか、よくあそこからは見えてきません。で、しかし、彼が繰り返し語った大まかな内容、そして彼がこれまでやってきた実際の政治行動に照らしてみれば、どういう方向を向いているかは極めて明瞭です。まず福田さんは貧困と格差を広げた構造改革路線について方向性は変わらないということを繰り返し言いました。今度の内閣の新しいキャッチフレーズは、希望と安心の国づくりだそうであります。で、新しい美しい国づくりはやめて、希望と安心に変えたそうでありますけれども、希望というのは若者に希望が持てる国づくり、国民とお年寄りに安心の持てる国づくりというのはキャッチフレーズでありますが、私はよく言うなというのが率直な実感であります。と言いますのは、若者に希望が持てない国にしてしまったのは一体何だったのか。労働の規制緩和をどん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 進めて、不安定雇用、使い捨て雇用をどんどん増やしてきた、まさに構造改革路線こそその犯人だったわけであります。国民やお年寄りに安心が持てない、そういう日本を作ったのは何だったかといえば、増税に次ぐ増税、負担増に次ぐ負担増、そして社会保障の介護、年金、医療、あらゆる分野での切り捨て、これを進めた構造改革路線だったわけです。そしてこの構造改革路線を小泉首相の女房役として二人三脚で進めてきた共同責任者が福田さんだったわけであります。その反省も抜きに、希望と安心といってもこれは全く心に響かないと言いますか、そらそらしいキャッチフレーズだと言わなければなりません。からもう一つ、福田さんはですね、アメリカが反テロ戦争の名で進めている
アフガニスタンの報復戦争への自衛隊の参戦支援、これについて新しい法案を提出すると、そしてこの国会での成立を目指すと、何が何でもこれにしがみつくということを表明いたしました。で、この問題でも私が強調したいのは、福田さんというのは一連の米国の戦争に対する日本の支援参戦活動のに対して直接の共同責任を負っている人物だということであります。2001年にテロ特措法を作った時の担当大臣だったということを自慢げに言っておりますが、これは自慢になることは決してありません。2003年にイラクのに対するアメリカの侵略戦争が始まった時に、これはに対する無条件支持を与えて、小泉首相と一緒にその先頭に立ったのも福田さんでありました。そして福田さんになって会見がどうなるのか、私先ほど朝日ニュースターのインタビューを受けまして、会見の様子がだいぶ変わるんじゃないかということも聞かれました。確かに安倍会見路線が大きな打撃を受けた、特に靖国派路線がもう重大な挫折を被っているのは確かですけれども、忘れてはならないのは自民党の新憲法草案を作った際の基礎委員会の安全保障問題の小委員会の委員長は福田さんだったということです。つまり9条を書き換えて、9条をズタズタにして9条の2項を削除して、自衛軍を書き入れて自衛隊の海外での活動を書き込んだ案を作った責任者は福田さんだったということであります。ですからアメリカ言いなりに海外派兵を続ける、アメリカ言いなりに海外で戦争をする国にを作るために憲法を改定する、この対米従属の改憲派という点では福田さんは前任者と変わるところは何一つないということをはっきり見定めて、正面からこれに対決していく必要があるというふうに思います。で、国民の審判に対して反省がないと、そして国民からの突きつけられた構造改革と改憲路線、海外派兵路線、これにしがみつくというこの福田新体制というのは、私は相場政治的に行き詰まり立ち行かなくなることは必要だと思います。日本共産党はこの福田新体制に正面から対決して、速やかな解散総選挙によって国民の信を仰げということを要求して戦い抜きたいというふうに思います。さて、その上でですね、選挙のことについてちょっと言っておきたいと思うんですが、どこで解散総選挙になるか、これは予断を持って言えません。私たちは決めることでもありません。ですからこれは予断を持って言えませんが、この臨時国会もしくはそれに続く通常国会のどこかで、福田新体制がいよいよ立ち行かなくなる、くなり解散総選挙に追い詰められていくという可能性は十分にあります。まだそういう状況を作り出していく必要があります。ですから私たちしっかりその点をですね、心得て臨まなきゃならないのは、この国会の論戦というのはそのまま総選挙の政治論戦にこう地続きでつながっていくといいますか、いう論戦なんだと、まさに総選挙に向けた論戦のスタートだというつもりで、この国会論戦を本当に緊張感を持って真剣に取り組み、日本共産党国会議員団の真価を発揮した奮闘が必要だと思います。で、来たるべき衆議院選挙がどういう様相の選挙になるか、これもですね、今の政党配置の構図が続くかどうかも分かりませんから、予断持って言えません。しかし今のままの体制でこう突っ込んだ場合にはどういう状況になるかといえば、参議院選挙で国民が下した自公政治ノーという審判に続いてそれでは自公政治に代わってどういう政治が求められているのか、
どういう政治だったら国民の緊急の要求、抜本的な要求を叶えることができるのか、つまり自公政治に代わる新しい政治の中身が問われる選挙になってくる、このように思います。そういう選挙になるだろう、そういう選挙にしていかなきゃならない。自公政治に代わる政治の中身を争っていく選挙に私たちは位置づけてですね、総選挙を目がけて論戦を組み立てていく必要があると思います。ですからそのことを展望するならば、これから始まる国会論戦では、国民の皆さんの要求に即して一歩でも二歩でもですね、国政を前に動かすために奮闘しながら、それと結びつけてどんな問題でも日本共産党ならではのですね、抜本的かつ現実的な打開策、アメリカ言いなりと大企業中心主義という自民党政治の政治悪の根源にメスを入れ、政治の根本からの転換を図る打開策、根本的な打開策ですね、我が党ならではの打開策を示して、自民党政治に代わる新しい政治の展望を大きく国民の前に明らかにしていく論戦が大切だと思います。一つ一つの熱い課題について一歩でも二歩でもこう政治前に動かす努力と、根本的な打開策を、それこそ綱領と日本改革の方針に即して提示していくと、この両面の努力が重なってこそですね、次の総選挙での勝利を開く論戦が作れると思います。ぜひそのための新しい探求と努力をお互い図りたいと思います。ぜひこの国会をですね、来たるべき総選挙での前進につながっていく国会をするために、お互い力を合わせて頑張ろうじゃありませんか。以上をもって、ご挨拶をいたします。